地域で出たものを地域でね使うっていうのはなんていうんですかね、こう輸入にね依存しているのがね、まあ、農業関係の資材なんかは多いんで、まあ、そこら辺のこう調達が難しくなった時に国内資源でねそれが作れるっていうようになると、まあ、よりこう安定的に安心して作れるようになるかなっていうところがありますんで、まあもっと普及してくれるといいなっていう気持ちはあります。栽培基準の半分以下にするというような栽培基準なんですけども、その化学肥料を減らした分のそれを補う肥料として、堆肥くんを使い始めたというのが経緯で、まあ、ちょっとまあこれから改善できたらなという点はまず匂いのところです。で、まあ、それはおでを原料にしている肥料なので、まあ、当然のようにそれに近いような匂いが